スーパーカートとは、投稿産業が生産している、軌道自動自転車である。日本国内の鉄道において、線路巡回から、軽作業時の移動まで、幅広い用途に使用されている。軌道自転車は当初、トロッコ用台車に自転車を乗せた足漕ぎ式が主流であった。しかし、人力では長距離の巡回や勾配区間の走行などに負担がかかるため、1992年に、 アルミフレームの車体にエンジンを搭載したスーパーカートを開発した。その後、納入先の要望を取り入れて年々改善を加え、転車不要で全身更新が可能なタイプや巡回専用車種を開発し、その後も狂気、高危険用カートや自走をトるなどバリエーションが増えている。従来、足漕ぎ式だった軌動自転車にエンジンを搭載した最初のモデル。 当初は巡回用だったので二人乗りが主流だった。1992年より販売開始1997年より販売開始。シリーズで初めてエンジンを車体中央部に配置し、二人乗りの場合は座席を回転させることにより、転車不要で全身更新することが可能となった。基本計3リットル型自走、トロ機関可変型自走サビ落とし台車巡回専用に、 特化した車種。基本仕様は2人乗りで全車種共通。1型2型スーパーカート RTC-5 型2008年より販売開始。従来使用していた HST を強力なものに変更し、さらにエンジン排気量もアップさせて基本性能を向上させた。2010年より販売開始。ミニカートシリーズの後継機。操作方法がスロットルグリップから、 アクセルペダル、ブレーキペダルのにペダル式となった。なお、エンシンクラッチ付けエンジンを採用のため、更新はできない。アクセルペダルは、自動駐車ブレーキに連動している。2010年の鉄道技術展において発表された、電動式のカート、スーパーカートライトをベースにしており、2人乗りとなっている。各車種とも、購入者がそれぞれオプション品を搭載しているため、 様々なバリエーションが存在する。ありがとうございます。